皆さん、こんにちは。合格をかけたこの一問。今日は憲法内閣の2をやっていきたいと思います。今日の問題はこちらです。平成26年度、内閣に関する憲法の規定で、えー、と問題の6を見ていきたいと思います。それでは問題の6、読み上げます。内閣に関する憲法の規定の説明として正しいものはどれか。芦野さん、内閣は衆議院で不信任の決議案が可決されたとき、 直ちに総辞職しなければならない。丸か罰か。いかがでしょうか。正解は罰です。どこが間違っているのかというと、この直ちにというところが間違えています。どういうことかというと、条文はですねこう書いています。衆議院で不信任の決議案を可決し、または信任の決議案を否決したときであって。 党会内に衆議院が解散されない場合、党会内に衆議院が開催されない場合に総辞職しなければならない、なので、直ちじゃないんだという、ここの部分が間違えています。で、この総辞職の原因なんですけれども、全部で3つあります。この3つ、大事になってきますので、しっかりとね、押さえてもらえればと思います。どの3つかというと、ちょっと一緒に表を見ていきましょうか。 主要な内閣のの総辞職の原因です3つまず1つ目がですね、えー、と衆議院で不信任の決議案を可決しまたは信任の決議案を不決したときであって何々,何,何々日以内に衆議院が解散されない場合なんですが何日以内でしょうか今申し上げました10日以内に衆議院が解散されない場合ですで2つ目が内閣総理大臣が欠けた場合ですで備考をちょっと見てくださいかける場合 原因には、死亡、内閣総理大臣となる資格の喪失辞職があ,るあ,ありますで、内閣総理大臣となる資格の喪失ってことなんですけれども、内閣総理大臣となる資格ってなんでしょう、前回見ましたよね、国会議員です、だから国会議員辞めた場合とか、喪失しますよって話です。で、3つ目が実は大事になってきます。3つ目は、衆議院議員総選挙のあと、初めて国会の召集があった場合です。で大事ななのののがここ後なんです行のところ 任期満了、あとは解散のあとによって開かれる会の名前、各々違う名前なんですけれども、覚えてますかね、まず任期満了のあとによる総選挙後に開かれる会を、これ、臨時会と言います。で、解散によってる総選挙のあとに開かれるものを、これ、 特別書いていますこの2つの違い、試験的にしっかりと、えー、押さえておいてください。よろしいでしょうか。その上でなんですけれども、この3つ、主な総辞職の原因を押さえた上で、これ、衆議院の解散から新内閣の成立までのこの一連の流れも一緒に押さえていきましょうか。まず、衆議院が解散された後何日以内に総選挙が行われるのかというと、どうでしょうか。この数字 40日以内ですでさらに総選挙のあと何々会が開く召集されるんですけれども何々会かっていうとさっき見ましたよねこれ解散による総選挙後なのでこれ特別会が召集されてそれは30日以内に行われますよということですでその上で総辞職が起こりますで総辞職になったあとなんですけれどもこの職務についてはですが これ内閣が新たにえっと内閣総理大臣が任命されるまでその職務を行うことになりますいいですか内閣が新たに内閣総理大臣が任命されるまでその職務を行うって話じゃあ任命されるってどういうことなのかというと前回見ましたよね任命されるっていうのはこの一連の流れとしてはこれ内閣総理大臣がの指名が国会でされて その後誰々による任命、天皇による任命がなされることによって、これ、内閣総理大臣が任命されるということですね。よろしいでしょうか、そしてその後これ、新内閣が発足するんだよって話です。この衆議院の解散から新内閣の成立の流れ、これ、一連の流れね、しっかりとね、この表で押さえておいてもらえればと思います以上です。 で何回も繰り返すようになるんですけれどもこの憲法の統治という部分統治の部分なんですが条文と知識の整理が非常に大事になってきますのでしっかりとチェックしていってもらえればと思っております。それでではは今日はここまままととなりりすごご視聴ありがとうございました